DeNA、3度目延長戦を制し貯金に3連勝。横浜が中日に2対0で勝利、3連勝。今季3度目の延長戦勝利を無失点リレーで飾り、チームは56勝54敗3分けの貯金に。 DeNA の零封勝利は今季11度目。6番手で登板した上茶谷が2勝目、森原が9セーブ目を挙げた。先発石田は6回を投げ切り、被安打6無失点の熱投で勝ち負けつかず。勝ったで、勝てるんかい。3連勝だ。ここまでミスっても勝てるとはな。正直勝てる展開じゃなかったな。対中日、14勝4敗1分け。それにしても中日はなんでこんなに横浜苦手なんだろう。横浜に中日絶対許さんまいたっけ。京田は中日戦に支援入りすぎだよね。チャンスの弱さはうち以上かもな。森原最高。さすが守護神。森原の安定感たないね。森原ナウス、いつもありがとう。しかし石田は好投したのに残念だな。石田はよく頑張った。石田次こそは勝ち星ついてほしいわ。石田はよく粘ったな。外が来季の契約に向けて最近打ちまくってんね。外は打撃にうまさが出てきたな。ちょっと楽しそっかさん。外を保険で残せるなら残した方がいい。佐野が上り調子で良かった中日以外も頼むわ。佐野、お前ら俺に言うべき言葉があるよな。佐野顔が疲れてるな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。